今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録ダブルデータフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。はい、ということで今回は1月21日土曜日に行われるレースの中から合計4つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。この土曜日は重賞レースの開催がない少し寂しい1日となってしまうんですけども、その分レースを厳選して勝負することで日曜日の2つの重賞にしっかりつなげていきたいなと思っています。日曜日の重賞東海ステークスにつきましては、出走馬確定前の事前考察事前ラップ分析の動画を公開しておりますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。今年に入ってまだ大きい当たりが未だない状況となっていますので、しっかり今週儲けられるように頑張っていきますので、ぜひ今週もよろしくお願いいたします。はい、それでは1月21日土曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。中山2レース、小倉3レース、小倉7レース、中京8レース、こちらの4つのレースを厳選勝負レースとして、推奨馬をピックアップしていきます。なおこの動画では中山2レースと小倉3レースの、推奨馬発表させていただきます。小倉7レースと中京8レースの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での配信となりますのでご了承ください。この動画では中山2レース小倉3レースの推奨馬を発表させていただきます。小倉7レース中京8レースの推奨馬はメンバーシップ限定での配信となります。また日曜日の重賞ですね、 AJCC と、東海ステークス、こちらの2つの重賞のレースの、予想につきましてもメンバーシップ限定での配信となりますのであらかじめご了承ください。はい、それでは推奨馬の発表に移っていきます。まず初めにちょっとお伝えさせていただきますと、今回4つのレースで推奨馬上げさせていただくんですけども、その4つのレースどれもですねちょっと面白い、人気薄の馬が見つけられなかったので、推奨馬どれも4頭ですね、全て人気サイドの馬になってしまいます。ちょっと珍しく、人気サイドの馬を全て推奨させていただきますので、土曜日のレースに関しては人気サイドの馬から、絞って買うことでなんとか勝負できればなと思う一日になりそうかなといった想定になっています。はい、それでは中山2レース、ダート 1200m で行われる3歳未勝利戦、こちらのレースで推奨させていただきますのは、2枠4番のスティルディマーレですね。現在圧倒的1番人気の馬で大変申し訳ございません。ロードカノロア産駒なんですけども、ロードカノロア産駒のボバ1000馬、この中山ダート 1200m で、ご覧の通り、好成績を収めています。まあ、ロードカノロア産駒にしては、それほど突起するべき成績ではないんですけども、かなり高い回収率を誇っていますので、まあ、得意条件と言っていいんじゃないかなと思っています。前走ですね、初めてのダート戦ということで、まあ、人気に押されていたんですけども、ご覧の通りですねラップの方を表示させていただいているんですけども、かなりのハイペースをですね、まあ、逃げる厳しい展開で粘って2着ということで、まあ、高評価させていただいております。まあ、しかも、勝った馬に外からずっと終始マークされるようなストレスのかかる厳しい展開だったかなと思いますので、まあ、そういったところも評価すればかなり強いレースだったんじゃないかなと思っています。今回内からですねすんなり先手が取れそうなメンバー構成でもありますし、まあ、圧倒的一番人気なんですけども、素直にこの馬からちょっと買ってみたいかなと思っています。相手候補の筆頭としては7枠14番のトロルトゥンガを考えています。このコースおなじみのデータなんですけども、アジアエクスプレス産駒のボバ1000馬圧倒的な好成績を収めていますし、大幅な距離短縮にはなるんですけども、前走前々走の内容を見る限りこの距離短縮はまるんじゃないかなと思いますし、まあ、外枠、この外枠もかなり、好条件なんじゃないかなと思っています。こちらも現在2番人気なので、まあ、推奨馬としては1番人気のスティルディマーレ上げさせていただきまして、相手筆頭としては2番人気の、ドロルトゥンガを、上げさせていただきますので、まあ、この2頭でちょっと決まることを想定して馬券の方は買いたいかなと思っています。はい、続きましては小倉3レースですね。ダート 1000m で行われる3歳未勝利戦です。
こちらのレースで推奨させていただきますのは、6枠10番のメタマックスですね。このメタマックス、前走出走時514キロという大型の、イントゥーミスチーフ3区になるんですけども、データ上ですね、馬体重が500キロ以上あるボバ1000馬のイントゥーミスチーフ3区、芝よりもダートの方で圧倒的な好成績を収めています。このメタ、マックスですね、前々走の新馬戦、前走の未勝利戦とともに、芝のレースを使われていますので、今回初めてのダート戦になるんですけども、まあ、データ上大型のイントゥーミスチーフ3区は、ダートで活躍する傾向がありますので、まあ、このダート、代わりはかなり期待できるんじゃないかなと思っています。まあ、芝のレースでもしっかり先行できるスピードを前走見せていますので、まあ、この距離短縮で ダート 1000m に変わってくるというところも、まあ、好条件かなと思っています。しかもですね、追い切りの、半路でですね、49秒8という、かなりの猛時計マークしていますので、スピードではもうこのクラスでは、上位と言っていいんじゃないかなと思います。半路で猛時計出していますし、まあ、実際芝でも先行できるスピードが、生きる条件かなと思います。まあ、大型イントゥーミスチーフ3区、ダートでこそのデータですので、このダート代わりしっかり期待してこの馬、推奨させていただきます。相手候補の筆頭としてはこちらもちょっと圧倒的一番人気のカンフーダンスを考えています。上海ボビー3区なんですけども、上海ボビー3区現状では、まあ、ダートの短いところでスピードが生きる条件で活躍傾向がありますので、前走前々走とかなりいいスピードを見せていますし、まあ、今村聖奈ジョッキー騎乗ということで、まあ、かなりスピードをこの馬も、見せてきそうかなといったところで、まあ、推奨馬としては今回2番人気のメタマックスを挙げさせていただくんですけども、相手候補筆頭としては圧倒的1番人気のカンフーダンスを挙げさせていただきます。はい、以上この動画では、中山2レースと小倉3レースの推奨馬発表させていただきました。小倉の7レースと中京の8レースの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での配信となります。メンバー限定配信としまして、YouTube コミュニティ内にて、推奨馬の書かれた画像をですね、投稿させていただきますので、ぜひそちらでご確認いただければと思います。また日曜日につきましても平場レースの推奨馬につきましては、動画の方で一般公開させていただくんですけども、重賞2つのレースの予想につきましてはメンバーシップ限定配信の動画で、今回、公開をさせていただければと思っておりますので、毎週ですね、土日必ずどちらかは、メンバーシップ限定配信の推奨馬予想を上げさせていただいておりますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録を、ご検討ください。月々390円で、まあ、いつでもやめれる形になっていますので、毎週毎週ですね、限定公開の、動画限定公開の推奨馬配信させていただいておりますので、ぜひこのタイミングで、ご加入にご検討ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この土曜日については人気サイドから絞って買うような一日になりそうかなと思っています。また東海ステークスの、出走馬確定前の事前考察につきましては動画の方公開しておりますので、ぜひそちらの方もご確認ください。また土曜日につきましても、今回、紹介させていただいたレース以外に、もし、勝負するレースがあればツイッターの方で随時更新していきますので、ぜひツイッターのフォローもお願いいたします。また明日ですね、平場レースの推奨馬に関しましては、一般公開の動画で公開させていただく予定となっておりますが、東海ステークスと AJCC、重賞レースの予想につきましてはメンバーシップ限定での配信となりますので、ご了承いただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土曜日のレース一緒に楽しんでいきましょう。